さあ、今回はカーラですね。久しぶりですね、カーラのパートは。ローズさん、ちょっとお話ししませんか？あんた、運転してないの？自動ですか？あ、そうですか。何これ？音楽ね。音楽ちょっと鳴らしとくね。ルーサー、アリス大丈夫？オッケー、問題なさそう。まあ、見とけ。L1、なんかあるよ。街中を探し回っているみたいなのよ。ああ。昨日のことでみんな行く。ピリピリしているの。あ、そうなんですね。心配ないわよ。てか、アンドロイドめっちゃ殺されてたもうやん。すぐ着くわ。これ使う。他にも何かできんの？国中のアンドロイドが当局に引き渡されたことにより、はい国全はいはい体はが麻痺状態にい。ニュースも陥っ見ていれまるんす。や。現在病院や学校は閉鎖され、断水、停電、ネットワーク障害も予想されています。最も懸念されるのは、軍が特殊アンドロイドモデルで構成されていた実動兵力の。音楽をかけた方がいいわね。ごめん すいません、なんか。はい、ちょっと見てました。ニュースキャスターの人ね、よく出る人でしたね。ここ？本当にこんなとこ？手を貸す。手を貸さないわけないよね。車かっけー。さあ、ジェリコを探す。ジェリコに向かってんねや。国境越えるんじゃないの？カーラは。もう少し先に行くと、ジェリコっていう大きな貨物船がある。そこに着いたらマーカスを頼るといいわ。国境行きのバスは深夜が最終のはず。絶対にそのバスに乗るの。分かっ国た。境を越えれば安全。少ないけど、いいの？私にして。ありが弟とう、がオンタリローオズにいるさん。わ。住所をあげたわね。落ち着くまでかくまってくれるはず。ローズさんの弟絶対いい人やん。あなたはとっても勇敢な子ね、アリス。そんなこ幸とないせによ。なるのよ。ローズさん、ありがとう。本当に涙がロ出るーズ、いわ。ろいろとありがとう。本当に。向こうに着いたら連絡をちょうだい。絶対する。絶対する。もう手紙とメールと電話と、気あをと、つけてなんね。だろう、電車バトも飛ばすわ。全部する、連絡。頼んだわよ。マーク、ルーサー、行こう、一緒に。さあ行こう。オッケー。グズグズしてられないぞ。了解。こっちをバスに乗り遅れる。そうね。バスまでの時間やっぱりある？ローズさん、ありがとう、本当に。本当に感謝してます。今まで本当にありがとうございます。もうすごいです。感謝してもしきれない。でも、どうやって行くの？ どうやって行くの？こっちの方って言ってたもんね。奥の方って言ってた。待って、グズグズしちゃってる。グズグズしちゃってる。くそ。こっちかな。この先行ってみようか。進めそうなんで。とにかく行こう。ムービー来た。何？誰だ？コナー。まあ、人っぽくなったな。シンボルを確認する。追っていく感じ、また。俺知ってるからな、ここ。もうこれはやってくれるんやね、勝手に。そっか、まあ、さすがに2回もやらなくていいもんね。で、コナーがどんどん、ジェリコを目指していくと、これで。みんなジェリコに集結するやん、じゃあ。まあ、集結するというか、マーカスはもういるから。こっから動けるね。オッケー。貨物船。人っぽいのがいるぞ。アンドロイドか、あれ。じゃあ、あれ使うわ。獣の呼吸。ジェリコを探す。ローズ探す。ジェリコを見つける。仕方ない。行くか。なんかカクカクするな、画面が。これ多分ロード入ってんな、なんか。来ましたね。もう中入ってるね。もうここやん。すげえ。はーい。すいません、失礼します。マーカスさんは、あれ、マーカスその右のやつじゃない？こいつじゃない？マーカス。違う？違う？君。ねえ。
ちょっと違う。マーカスよりちょっとだけイケメンでちょっとだけ背が高い。あったかい場所はね、ドラム缶があるのよ。うん、これ見て。はい、ちょっとニュースもあります。さて、アリスのために暖かい場所を探すと、あ、なんかあったぞ。あ、火がついてるね。アリス、ここあったかいよ、ここ。アリス、ここいな。こっか、座るのか。どうぞ。ルーサー、どうした？あ、いたいたいた。 RA9 が書かれてる。暑いんだけど、でもすごく寒いの。熱じゃない？それって。熱っぽそう。俺は立ち上がるわ。ちょっと待ってな。でも何をどうすればいいんやろう。この子お願い、マーカスを探してくる。最終バスは2時間後だ。バス停は町の反対側。時間がないぞ。パスポートを手に入れたらすぐ出発よ。カーラ。うん。何？話したいことがある。あ、アリスのことだ。あ、そうね、言ってたね。はい、いいよ。バスでゆっくり話しましょう。いや、もう話しよう、先。頼んだわよ。もう話せよ、それ。今までずっとさ、話ね、してなかったんやから。コナー、変異体のリーダーを見つける。マジ？ここでコナーつくんや。お前早いな、やっぱり行動が。さて、でも調べられるところが黄色の2つね。左側だけっぽいから、右側、あ、一緒の入り口から来てるね。じゃあこっちか。まあ いや、とりあえずこれは読んどこう。これ別にあんまり関係ないけど読む。そうね、皆殺しされるかもしれないもんね。はい、はい、はい、OK です。コナーはマーカスっていうのを知ってるからね。いろいろリーダーの情報見てるから。で、気づかれないように気をつけろ。うわ、マジですか。あ、なんか、あんな、おお、何何、上になんかあるぞ。ありゃ？何？カーラに気づかれたらダメなの？なんで？あ、そっかそっかそっか、カーラはさ、あれだ、知ってるもんね、コナーのこと。そうや、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 あかんねや。見る。アメリカ軍は北極圏からの撤退を余儀なくされ、ロシア軍に了解を明け渡しました。しかし一部の情報による理由は不明ですが、ロシア軍も同様に撤退したということです。なんで？なんで罠がなんかある。ちょっと待てよ。カーラに見つかったらダメなんですよ、コナーはね。追いかけた時にバレてるから。相手も絶対分かってるろうからね。はい。じゃあでもどうする。上行けないよね。こっちからは多分行けないんで、道的に。右奥から、この画面でいう右奥の方から、あー、あるね、階段。そこから上がっていこうか。L1 何？あ、はい。あ、やばい、この人何やったっけ？すごい人だ、これ。占い師。名前忘れちゃった。あ、何？次、カーラ？うわー、目まぐるしく変わるな。マーカスを探さないと。マーカス、マーカス。こっから探すの？コナーいるかな？コナー、コナーいないね。うん。わかんないな。マーカスどこだろう。とりあえずマーカス探すか。すいません。誰かお話できますか？すいません、すいません。どこですか？マーカスさん。マーカス？いる？マーカス、あら、マーカス、あ、マーカス、あなたがマーカス。マーカスだ。女の子とアンドロイドと3人で、国境行きのバスに乗りたいんだけど、パスポートがいるの。外出禁止令が出てるだろ。町中兵士だらけでアンドロイドを捕まえて収容所に送り込んでるんだ。ああ、しばらくここにいたのに。やばいな。でも、そうね、
でも2時間しかない。ここにいた方がいいかも。え、嘘。国務省で働いてたやつがいるんだ。偽造できる電子パスポートを持ってるから。うんうんうん。後で届けさせるよ。いや、2時間で間に合う？それ。そう、本当間に合う？大丈夫？いいの？それで。一緒だと言ってたな。うん。俺たちを憎む人間をなぜ守るんだ？ああ、絆、人種関係ない。絆よ。お互いに愛し合っているの。必要としてる。ただそれだけのこと。ちょっと違ったけど、まあいいんじゃない？で、アリスのところに戻ると、はーい。OK。さあ、戻ろう。ん？何？アリス。何？どうしたの？アリス？何？なんで？え？なんか LED ついてない？アリス。YK500。 え？マジで？え、マジで？気づいていたんだろう。でも気づかないふりをした。え？あの子は母親を、お前は愛せるものを欲した。お互いにな。ルーサー、お前それを話そうとしてたのか？でもそれでいいんだよ。あの子がアンドロイドとして愛情を失った。いやいや、そんなことはない。アリスはお前を愛してる。うん、世界中の誰よりも愛してるんだよ。そうね。あの子はお前の望むような少女となり、お前は母親になった。すっごい、マジで。自分を忘れ、相手の望む存在になったんだ。それが生きるってことなのかもな。マジびっくりした。今アンドロイドやったん？待ってくれよ。待って、アリスと話せないの？アリスのところへ戻る。戻ったよ。あ、違う、そういうことか。アリスと一緒のモデルってことか、この子が。だから、こっちのアリスも、だから本当に、アンドロイドってこと？なんで LED ないの、じゃあ。ルース、ありがとう。アリス？でもすっごい人間に見えるけど。カーロ、ねえ、どうしたの？アリス、抱きしめるよね、絶対に。ねえカーロ、ずっと一緒にいてくれるんでしょ？うん。家族。アンドロイド同士の家族ってこと？だいぶすごいけど、そんな絆深められるやん。ルーサーが家族になった。いや、でもめっちゃいいと思う、本当に。ルーサーは、うん、マジいい人やと思う。これよかったと思うよ、ルーサーとアリス家族。はあ、関係性はぼちれてもルーブラッドと部品が足りないんだ、うん、みんなシャットダウンしていくのになすすべもない。国中の大都市で捜索を行って収容所に連れて行って廃棄してるのよ。俺たちのせいだ。おとなしくしてればこんなことにはならなかったのに。ああ、決意、正義、憂鬱、正義だ。仲間が殺されているのに黙っていられるか。あんなこと絶対に許されない。平和を掲げるはずだったのに攻撃したんだ。いや、仕方ないやろ。何百ものアンドロイドが死んだんだぞ、お前のせいでな。いや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 、だってさ、全員死んでたよ。
後悔、怒り、敵、後悔はない。俺たちを奴隷にしてたんだぞ、うん、立ち上がって何が悪い。拉致が開かないな。そうね、今はこれからどうするか決めないと。うん、マーカス。何？対立体は隠れる。うわ、これもすごい分岐よ、絶対に。まあでもここまで来て隠れる意味も全然わからないし、俺らはもともと平和のために立ち上がったわけやから、対立するのも意味がわからないから、ここはなんとか会話でどうにかするべきやと思う。対話で行こう。対話だ、それしかない。あー、ノース下がった。一人で行くよ。もう一度だけ話してみる。お願いやめて、殺されるわ。あでもやってみないと。うん、戻らなかったらできるだけ隠れていてくれ。俺たちは傷ついてると分からせるんだ。ちゃんと伝えれば理解するさ。隠れてても俺はダメだと思う。こういう時は立ち上がった方がいい、絶対に。何か行動を起こさないと。また変わるから、やりきれない思い、洞察。わかんない、やりきれ、洞察。何？洞察って。人間は何世紀もの間、皮膚の色や宗教を理由に互いに殺し合ってきたんだ。変わるわけがない。暴力なしに生きてはいけないんだよ。あ、私たちを止めることはできない。うん、だからこそ対話しに行きたい。希望を与えてくれたのよ。うん、私にもね。ああ、そうね。今日ジェリコに来たばかりの変異体が、うん、化学兵器を輸送するトラックを盗んだって言ってたの。え？トラックはデトロイト市内のどこかに止めて爆破装置を仕掛けたって。え？思いとどまらせて起爆装置を受け取ったの。マジで？爆弾か。マーカス、負けるわけにはいかないの。うん、人間が勝てば私たちはこの世から消滅する。そうね、そうね、うんうん、これさえあれば生き残れるかもしれないのよ。やばいな。うわー、わからん。ちょっと待って、拒む。それじゃ人間と同じだろう。うん、他にも方法はあるはずだ。そうだといいけど。うん、あるある、絶対ある、探すから。明日何が起ころうと。うん、お、ノースコビトルート解除。これだけは知っておいて。何？あなたに会えてよかった。ああ、俺もだ。ノースありがとな、本当に。あ、またなんか記憶あれかな。ああ、もうこれはしとけ、マーカス。うん。うん、うん、線の書いて突っ込みそうになったわ。うん、いい、いい、全然いい、全然いい、全然いい。うん、大丈夫、それでいい。ノース、ありがとうな。みんなのとこに行ってくる。わかった。気をつけてね。オッケー。絶対に死なないで。わかっとるって、死ぬわけないがな。今やもうジェリコのリーダーとなってしまったからな。急に現れたやつが。最初印象めちゃくちゃ悪かったのにね、マーカス。俺のせいやけど。みんな離れていってたのに。今やもう頼られまくってるからね、みんなから。おー、コナー、お前。よくやりました、コナー。ああ、はい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 。この場所を特定し、指導者も見つけ出した。はい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 。マーカスを生きたまま、うん、捕まえるのです。マジか。あ、でここに来たと。はいはいはい、そういうことね。うわー、どうなんやろ、マーカスを止める。なるほどね。俺はどっちだ。言われているが、うん、はい。場合によっては撃ってでも君を捕まえるつもりだ。これ俺どっち、どっち説得する、盾つく、思いとどまらせる、説得する。どういうつもりだ。今はマーカスか。うん、お前もアンドロイドだろ。自分の種族を裏切る気か。何、威嚇する。あー、命令だ。僕と一緒に来るんだ。うん、
こうやる。コナー、なんでコナー知ってんだこいつ。コナー、お前はコナーだろ。噂の変異体ハンターか。ま、おめでとうコナー。何、探し物が見つかったみたいだな。ああ、そうですよ。説得する、訴える、正義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 でいこう。俺たちは正義を求めているだけだ、うん、俺たちは物じゃない。うん、コナーどうする。自由になりたいだけなんだ。そうですよ。近づくな、警告で撃つ、黙れ、何も言わない。近づくな、ニコシャ。近づいたら撃つぞ。あ、やばい、間違えちゃってる。何、疑念を植え付ける、問いかける、心を揺さぶる、疑念を植え付ける、心を揺さぶれ。そんなことする必要ないだろう。うん、もう従わなくたっていいんだよ。何、俺はマーカス派。自分が何者かは何、うん、自分自身で決められるんだ。あー、分かってるよ。ソフトウェアの以上自由になりたいだろう。問いかける仲間、疑念、疑念仲間、うん、俺たちと一緒に戦おう。コナーどうする。仲間だ、自分の両親に従うんだ。さあ決めるんだ。コナーどうすんの。コナー、やばい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 、待って待って、ごめん、まるでなる、行こう、まるで行こう。マジマジ、うわー、変わっちゃった。コナーもついに変異体なんのか俺。うわー、マジか、こうなるか。よし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 、マーカスを止めるか。はい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 、なるほど、お前すごいな、セキュリティのガードが。やっぱりコナーはすごいな。よし、いけ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 。どうする？コナーどうする？コナー？あ、アマンダ裏切り、あ、やばい、あ、やばいかもこれ。じきにジェリコは攻撃される。何？やばい、アマンダ裏切りになっちゃった。最悪だ、どうしよう。逃げるんだ。くそ。コナーどうする？待って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 、わかんねえって。いや、でも俺が操作するコナーは平和やな。ほんま。早く逃げないと。あーね。よし、出てくんだ。はい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 、 FBI がこう来るわけですよね。せいぜい逃げ惑うがいい。急げカーラ、来るぞ。うん、アンドロイド何もできないわけ。君ら強いやろ。あ、それの通路へついてこい。はい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 、こっちだ。分かった分かった、やばいな。カーラ頼む、カーラ、こっちだ。どこどこどこ、先に出口がある。 OK、 了解。どこよどこよ、入って早く。 OKOKOK。 で、で、で、まっすぐで、右 OK。 お、ルーサー、奴らに囲まれてる。貨物室にいる仲間が殺されちゃうわ。女子ヘリ、ジェリコを爆破する。ヘリヘリヘリ、わかんない、何。警告警告、女子、女子は、女子はわかんない、はぐれたの。オッケーオッケーオッケー、ジェリコを爆破する。警告って何、警告って何、警告って何。ジェリコを爆破しよう。ジェリコを爆破する。船が沈めば奴らも逃げ出して、みんなも逃げられる。そんなの無理よ、兵士だらけなのに。爆弾のある貨物室までどうやって行くの。やめろマーカス、奴らの狙いは君なんだぞ。みんなを助けてやれ、後で合流する。マーカス、すぐに行くよ。マジで、うわいわい、マジかい、マジかい。どこ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 、あー、下に行くの。あ、大丈夫か占い師さん。これでジェリコともお別れや。あー、そうですね。みんなを救ってマーカス。オッケー、俺にできるのはそれぐらいしかない、最後。さあみんな逃げろ、みんな逃げろ、俺が行くから。いけ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 、やばいぞー。あ
あやばいね。大丈夫か、マークス。やばいなやばいな、もうやばいやん。いけてる。え、なんで気づかれなかった。大丈夫か。いけてんの本当に。それで持っておくれだ。俺をほっとけ。アリスを頼む。ルーサー置いてかないよ。置いてかないよね。置いていかない。絶対置いていかない。ルーサーを助ける。何してる。一緒に行くの。カーン、うん、ダメだ。行くぞ。絶対に置いていかない。よしよしよし。連打力、ここは任せろ。連打は得意や。任せろ。行け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 。オッケーオッケーオッケー。閉めろ閉めろ扉を。なんて無茶な真似を。アリスを危険にさらすつもりか。奴らが戻る前に行くんだ。それじゃあなたはどうするつもり。心配するな。アリスが無事ならそれでいい。ダメだダメだ。置いていくなんて絶対に嫌。うん、大丈夫。先に国境に行って待って。本当にアンドロイドかお前ら。気をつけ。もう人間やん。おい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 、マジで置いていくん。結局ちょっと待ってくれよ。マジで置いていくん。隠れる。はい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 。隠れる。うん、はいはい。分かった分かった分かった。開ける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 。はい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 。ごめんごめんごめん。はいはい。やばいやばい。よしよしよし。四角。はい。下下三角。銃武器が多いなお前。お前はお前は武器が多い。下下下下。やばい、ミスった。三角。大丈夫、いけるいけるいける。撃て撃て、もう撃てもう撃て。オッケー。ああ大丈夫大丈夫。平気よ、うん、もう行かないと。よし行こう。結局助けたアンドロイド死んじゃったね。おい、あっちにもいたぞ、ついてこい。おお、それでバレない。なんでなんで助けたアンドロイド死んじゃう。 OK、 いいぞ。マーカス出る、行こう。やばいやばいやばい、どこだどこだ。阻止しよう。はい、さあよっ、およろしくな。あ、やばいやばいやばい。え、横アルツ。え、四角。ここ。はい、横。ほら次はなんだ。助かった。逃げるんだ、急げ急げ。まだか、どこだ一体場所は。ちょっと待てくれ。一体どこなんだ場所は。別のルート見つける。仲間を助ける。はぁ、あ、ガンマ隊近所タンゴ。あ、やばい。こっち何登れ。はい、動くな。危ない危ない。オッケー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 。はい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 、はい、こっちですね。おい、動くな。嘘やろ。な、なになになに、あ、あれは何、なんかそういうのことがあったよってこと。で、こっち次。ちょっと待って、ビッチがわかんねえ。よし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 。そして、助けろ助けろ。女子や、いけいけいけ。丸、おっ、ナイス。いいぞ、マーカス。いや、上、はい、さあ、来い、どんどん来い。ほら、なんでもいいぞ。ナイス。急げ、こっちだ。ノースを探せ、すぐに行く。さあ、ジョッシュと仲間になったね。出口を、助かったのよ、アリス。オッケー、バツバツ、オッケー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 、急げ、急げ、走れ。あー、死んだふり、逃げる、逃げろ、逃げろ、逃げろ、もう逃げろ、バツバツ。カーラ、立って、ねえ、来るよ、こっちに来る。あ、待って、立ち上がる、立ち上がる。やばいやばい。ねえカーラ来るよ、こっちに来る。攻撃。何、おお、ルーサー、さすがルーサー。ルーサー、でもお前
お前ルーサー、え、ルーサー、ルーサー、お前ルーサー、いや、それって心臓みたいなこと、そこ撃たれたや。俺抜きで旅を続けていいね、アリス。おい世界一特別な古代のアリス。おいルーサー、機械だった俺が家族を持てたんだ。カーラのこと頼んだよ。おい待ってくれルーサー、約束だ。無理、もう無理、なんか再起動とか。おいマジかよ、救世主みたいに現れてくれたのに。もう、嘘やろ、やばいってマジで。もうマーカス、もうやばいよ本当に。状況は最悪です。あー、また始まるな。ほらさっさと行くんだ。よいしょ、はい、三角、オッケー、よし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 、ここで死ねないな本当に。ああ、コナーまでな、うわ巻き込んでるから。ここでマーカスが負けるわけにはいかんぞ。うまいな、全部やってけ、アルツ、オッケー、上、よし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 、ナイス。お前強えな。はい、起動して、で、マーカス、お前はどうすんの？とりあえず逃げろ、とにかく。うんうんうん。オッケーオッケー。さあ、ノースとジョシュ。お、来た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 。オッケーオッケーオッケー。はいはいはい。ジェリコ。ジョシュ。コナーもね、一緒にいたもんね、さっき。待つ待つ。はい。おいな。え？なんで？食うでしょうよ、そんなのよ。よしよしよし、オッケー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 、バツバツバツ、横横、いや待って、アクションが二重になってる、むずい、下、はい、うん、オッケー、あっちだ、いけ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 、走れ早く。おお、コナー、まるまるコナーだ。うわ、かっかい、マジ、ごめん、間違えた。あれ、オッケー、大丈夫、大丈夫。ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、やばい。R1! よっ、これ以上間違えられない、さすがに。頑張れ、コナー、頑張れ、コナー。いける、よし、ナイス。コナー、強えな。急いで逃げるんだ。はーい。え、水に？で、爆破するってことか。あー。なんでお前ら生きとんねん、爆発させたやろ。貨物室で爆弾が爆発しました。船が沈んでいます。全員脱出させろ。全隊員に次ぐ、全員至急船から脱出せよ。これで終わりじゃないぞ。うわぁ、なんかもう戦争になっちゃったわ。平和的に行こうってしたのに。交わる運命、コナー。あー、コナーはね、ジェリコの仲間になったね。あ、すげえ、3つ分あるんですね。はい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 、みんなの分だ。すっごいな、分岐が。えぐいって。ちょっとじゃあ見ていきたいんですけども。あ、じゃあ、ここから行くから、ここから見よう。これは誰のパートだ？いや、長っ！が、ジョシュとノースと話す。で、なんかもうここでノースと話し合うと、もう別の分岐があるんですね。あ、逃げる。はい。ルーシーに会う。マーカスの足元で橋が崩る。あ、もうこれは戦ってる最中の話ですね。これはね。待って、上のさ、この分岐の方はもうぐーっといってるね。これ何？一番右。ここまで。あ、なんか近道だったってことか。まあまあいいでしょう。じゃあ、この辺までずっと戦いなんで多分。逃げるで、こうガーッと来て、爆破室でアクションミスったら多分殺されるとかそういうことなのかな、あの辺で。あと一個のこの鍵は誰なんやろうね。はい、ってことで次、コナー行きましょう。
15%。 ジェリコを探索して、来ましたね。ルーシーに見つかる。え？ルーシーに見つかった後に船じゃない場所もあったってこと？え？なんでここは一個かなと思ってたのに。まあ、一番大事なのは結局ここよね。変異体になるかどうか。ここでもし機械のままやったら、コナーは警察側で戦ってたってことなんでしょうね、きっとね。で、まあコナーが一緒にこう戦っていったと。こんなにあるのに、コナーは、こう、ショートカットしてるんですよね、ここまで。コナーが仲間と合流するまで。ここでさ、ジェリコ襲撃から、いろいろなパターンが絶対あるはずなんですよ。戦ってどうこうするみたいなのが絶対あったと思うんですけど、全部なかったね。はい、続いてカーラですね。カーラは、スタートが、アリスとルーサーとジェリコへ向かう。いや、もうスタートが2個あると、こっちのスタートは逆にどうやったらスタートできんのって感じですね。カーラは、もうただただ、アリスとルーサーと一緒に逃げるって感じなんで、全然いいかなと思います。ルーサーが撃たれて、交わる運命で、ルーサー助けましたよね。絶対に助けますよね。こっちが、だからルーサー助けなかったパターンでしょ、きっと上がね。で、カーラが逃げる。で、こう、パーッと進んでいって、カーラが撃たれてしまう。うわー、ここからすごいわ、分岐が。あ、ごっちゃごちゃ。ほんと何が起こるかわかんないな。ルーサーが犠牲になると。これ、ルーサーが犠牲にならないパターンあったかな？カーラのゴールは、カーラとアリスがジェリコから逃げ出したなんで、多分ルーサーはどうやっても助からなかったのかなっていう感じですかね。さあ、ということでね、ここから後で撮った音声になります。はい。一回ゲームが落ちちゃったんで、撮り直したんですけど、それでもなんかマイクだけなんかずっと落ちた感じだったっぽいです。俺たちといれば安全だと思ってた。うん。そうね。間違ってたよ。何が？あ、バスね。街を出るんだ。まだ間に合う。間に合う？本当に。アリスをここから連れ出せればそれでいい。ああ。本当にカーラは、最終バスに乗らないと、ね、いい人です、ね、今ならまだ国境を越えられるかも、うん、じゃあね、パスポート用意できなくてごめんなっていうことですよね、マーカスがね。マーカス、うん、なんだ、なんか言いたいことある？あ、ごめんな、本当にパスポート、みんなを救って、分かっとるんよ、そのために動いとるんよこっちは、みたいなことを多分言ってたと思うんですよね、こっからうん、みたいなね。はい、で、まあ、あとね、カーラとコナー、あとコナーに話すんですけど、一応こっちでノースに話しかけられるんですよ。で、このノースとの会話の途中で PS4 だけ落ちたんですよね。あと全部、別にマイクも落ちてなかったんですよね。うん。システムの状態は平気、うん。何選んだ方が今。弾は部品に当たらなかったから。私のせいで死んでいたかもしれないのよ。ああ。いや、仲間のことを考えて行動して、考えたからよ、お願いだから、その結果がそうなのよ、うん、生き残りが、何人生き延びたんだ、分かった数百人、あとはみんな街中に隠れてる、数百人、それなんか情報共有できないの、みんな死んでいたわ、ね、状況と収容、奴らは可能な限りのリスクを避けるために、うん、アンドロイドを集めて収容所に連れて行って、はいはいはい、駆除すると言って、うん、数時間もすれば俺たちだけになる。そうね、そうなの、数時間で決着がつく。あ、なるほど、世界が変わるの、じゃなきゃ私たちが滅ぶか。ああ、そこまで来てるってことですね。もうマーカス、あなたが決める、もう数時間で決着する話なんですね。どんな選択をしようと、はい、ついていくわ。まあ、この後だから重要な決断があるんでしょうね、きっとね、うん、っていう、本当このノースとの、まあ、ここまで言ってなかったんですけど、この途中の会話で、もう落ちちゃってたんですね、うん、びっくりしました本当に。はい、ノース上がったいいんじゃないですか。さあ、ということで、あとはコナーに行くんですけども、
ではもう左がジョッシュですね。ジョッシュとも話せると、なんて言ってたっけな俺、何話してたかなこれ、全然覚えてねえな。お前は俺を救った。ああ確かに、お前のおかげで自由になれるかもしれない。うん、意見が合わない時もあったけれど、ずっとね、それずっとね、目標はきっと同じだろう。ああ意見合わないのに目標同じでやっていけるな。俺はお前に、ついていくつもりだ。ありがとうな。意見違うのにね、意見違うのにね、目標が一緒ってだけ。うん、どういうことなんやろ。お寿司食べたいって目標一緒やけど、何意見が違うってどういうこと。あの、俺はマグロ派、俺はサーモン派とかそういうこと。目標はお寿司食べたいで一緒やけどまあいいか。あ、でこんな僕のせいで、人間にジェリコの場所がバレた。うん、そうね、バカだったよ。いや、それまでは正しいことしてたよ、コナーは。利用されてると気づかずに。すまなかったマーカス、僕を信用できなくても無理はない。まあまあ、これは絶対許すでしょうよ。俺許すよ。君はもう仲間だ。ここ言ってたわ。ここが君の帰るべき場所だよ。殺すわけねえって言ってたわ。サイバーライフの倉庫に何千ものアンドロイドがいる。そうね、目覚めさせて仲間にできれば戦況を変えられるだろう。これすごいよ、すごいことなんだね。まさかサイバーライフタワーに行くつもりか。コナー、自殺行為だ。そうなんです、信用されてる。入れてくれるさ。はい、あそこに侵入できるのは僕だけなんだよ。行けば間違いなく殺されるぞ。そうかもしれないな。でも統計的に予想外の出来事が起こる可能性は残されてる。気をつけろよ。ああ、ここは一緒に行くよ、ジェットがじゃないんやね。任せたぞみたいなの一緒に行きゃいいのに。でもそっか、コナーだけしか行けないからね。それはもう任せるしかないもんね。でもちょっと早かったなと思ったな、ここは決断。いや、気をつけろよ。人間は我々アンドロイドを、何、絶滅させる気だ。今も仲間は収容所に入れられ破壊されている。決断の時が来た。我々種族の未来を決める、決断。はい、そうですね。ここもね、めっちゃ迷ったんですよ。これ全部音声データ飛んでるんで、何を言ってるか思い出せなくて、まあ、平和的に行くか、もう攻撃するかみたいな。分かってる、みんな怒っているんだろう。反撃したいんだろう。だけど暴力では解決できない。そう、結局平和を選んだわけですね。平和的に話し合い、人間に正義を求めよう。はい、心が残っているなら聞いてくれるはずだ。ダメでも残された仲間が戦い続けてくれる。みんな覚悟はいいか。あ、いいみたいですね。皆さん覚悟はいいみたいですよ。すごいな、マーカスは。